足音もなく行き過ぎた季節を一人見送って、あらあら涙あふれる私18、無口だけれど温かい心を持ったあの人の別れの言葉抱きしめ、やがて熟に心ゆでる秋になって、涙もろい私青春は壊れ物、愛しても傷つき、青春は忘れ物、過ぎてから気がつく。ふとしたことで初めての口づけをしたあの人はコメント言った。それきり声もかけない。卒業式の前の日に心を告げに来た人は、私の悩む顔を見て肩をすぼめた。誰も彼も通り過ぎて二度とここへ来ない。青春は壊れ物、愛しても傷つき、青春は忘れ物、過ぎてから気がつく。一人で紅茶飲みながら絵はがきなんか書いている。お元気ですか皆さん、いつか会いましょう。無邪気な春の語らいや、華やぐ夏のいたずらや、笑い転げたあれこれ、思う秋の日。ありがとうございました。10月の3日、彼岸花がね、もう満開ですよ。ずっとね、続いてんですよ、こういう具合に。3日、彼岸花がすごいですよ。でね、この木、なんとだと思います？この木のね、上ですよ。柿がね、なってんですよ、柿。はい、10月3日、やってまいりました。コスモスです。コスモスね、種がね、ついてんですよ。マリーゴールドですけどね、背が高くなってね、折れちゃったり倒れちゃったりしますね。百日草もね、もうちょびっとなりました。もう種ができてるんでしょうね。でこれが千日草、千日草もいっぱい咲いてますね。桔梗がね、1個咲いてますね。こんな感じでしょうか。そのね、種をね、ちょっとね、取っていきます。
はい、種が取れました。コスモスの種です。はい、これがね、百日草の種です。前回種をまいたワイルドフラワーとかいうやつですよ。このあたり種まいたのは出てますね、芽がね。で、あとワイルドフラワーの芽が出てない、植えてないところにヤグルマ草をまいていきます。ヤグルマ草の種です。ここね、確かね、カスミソウかな、種まいたような気がします。出てきてますね。ここら辺の芽の出てないところにアグロステンマっていうのをね、滝種苗まいていきます。種でした。ここはね、オダマキを昔種がまいたような気がします。なんか出てますね。はい、ここのね、空いてるとこにヤグル千鳥草を植えていきます。千鳥草の種です。ここもね、いろいろ種もあったんです。何か忘れちゃったな。でもね、ここも出てるし、いっぱい出てます。種まいたの、ここも出てるし、でも忘れちゃった。10月4日ゼフィランサス。10月4日です。いけた。ヒガンバナが咲いてました。はい、10月5日ニキニキソウです。これがね、セージ、わかんないけど紫の葉っぱが綺麗です。これミニバラ、これ綺麗ですよ。10月4日ベゴニアです。これここにもね、バラ、ミニバラ咲いてます。これサルスベリかな。10月4日、おしろい花です。ずっと咲いてます。5日、キバナコスモスで、これもね、すごく綺麗ですよ。